北口改札口本庄駅は埼玉県本庄市銀座3丁目にある東日本旅客鉄道高崎線の駅である上野駅発着系統と新宿駅経由で東海道線に直通する湘南新宿ライン上野駅東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する直営駅管理駅として深谷駅岡部駅 上小原駅を管理している。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する地上駅で、京上駅舎を有している。緑の窓口、自動改札機、指定席券売機設置。改札内には、ヌーデイズキオスクが営業。一番線ホーム上にのみ駅そば店が営業し、待合室が設置されている。 2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。2020年度の1日平均乗車人員は6,700人で、ある。JR 東日本及び、埼玉県統計年間によると、1990年度以降の1日平均乗車人員の、推移は、以下の通り、 朝日自動車本庄営業所、本庄観光、武蔵観光が運行する、路線バスが発着する、駐車区市天候法資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。